ジョセフ・ジョン・マドン・ジュニアは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ルザーン郡ヘーズルトン出身の元プロ野球選手、監督、右投右打ち。2020年シーズンより、MLB のロサンゼルス・エンゼルスの監督を務める。タンパベイ・レイズの監督としては、レイズ旋風を巻き起こし、またシカゴ・カブスの監督としては、カブスとカブスファンたちを長年にわたって苦しめ続けた。ビリー・ゴートの呪いを解いた監督として知られ、これらの偉業を達成した実績から、現代 MLB を代表する、知賞名将として認識されている。最優秀監督賞を3度受賞している。マドンは、ラファイエット大学では、野球とアメリカンフットボールをプレーし、1976年に卒業。カリフォルニア・エンゼルスのマイナーで捕手として、プレーをしたもののメジャー昇格をすることのないまま1979年の出場を最後に現役を引退し、その後選手時代を含め31年間エンゼルスの組織に所属した。スカウト、打撃インストラクター、マイナーリーグの監督などを経て、1996年から2005年までエンゼルスのベンチコーチを務めた。また1996年と1999年には代理監督を数試合務めている。2002年にはマイク・ソーシア監督の下でワールドシリーズ制覇に貢献した。2004年のシーズン前にはボストン・レッドソックスの監督候補となっていたが、結局テリー・フランコーナが選出され監督就任はならなかった。2005年11月5日にルー・ピネラの後任としてタンパベイデビルレイズ監督に就任。監督就任1年目の2006年は2002年以来4年ぶりとなる球団史上ワースト2位の101敗を喫し、2007年には66勝96敗、借金30で MLB 最低勝率となったが、2008年はチーム名をそれまでのデビルレイズからレイズに改称。このレギュラーシーズンに、チームは開幕から快進撃を続け、球団創設11年目で、初の地区優勝を果たすと、ポストシーズンでも勢いを保ったまま一気にプレーオフを勝ち上がり、アメリカンリーグ優勝も果たし、ついにワールドシリーズへ進出を決めた。ワールドシリーズでは、日本球界で助っ人として活躍したチャーリー・マニュエル、監督率いるフィラデルフィア・フィリーズに敗れ、世界一にはなれなかったものの、監督としての手腕が評価され2008年のアメリカンリーグ最優秀監督に選出された。タンパベイレイズ監督時代2011年、監督としての手腕が評価され、同年のアメリカンリーグ最優秀監督に選出された。2012年2月、監督としての契約を2015年まで3年間延長した。2014年10月24日、レイズから退団が発表された。2015年が契約最終年だったが、本人の希望で契約を解除した。2014年10月31日、シカゴカブスから新監督に迎えると発表された。2015年はカブスを地区3位ながら、ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズに進出した手腕を評価され、ナショナルリーグ最優秀監督賞を受賞した。シカゴカブスでの監督時代2016年は71年ぶりのナショナルリーグ優勝、そして長年にわたってカブスとカブスファンたちを苦しめ続けた北、ヤギの呪いリグレーフィールドヤギの呪いを打ち破り、チームを108年ぶりのワールドシリーズ制覇へ導いた。2017年に、史上63人目となる監督通算1000勝を達成。2018年は7月から地区首位だったが、161試合目でミルウォーキーブルワーズに並ばれ、163試合目の地区優勝決定戦で敗れて、地区優勝を逃して、ワイルドカードでプレーオフ進出となった。ワイルドカードゲームでコロラドロッキーズに敗れた。2019年は主力に故障者が相次ぎ、ナリーグ中地区3位で5年ぶりにプレーオフ進出を逃した。9月29日に2015年から指揮を取ってきた監督を契約満了で退任することを発表した。退任に際しては、素晴らしい5年間だったと話した。2020年シーズンからは、ロサンゼルスエンゼルスの監督を務める。常識にとらわれず、多様な戦術を持っている。ありがとうございます。